さて本日はこちら北本市野外活動センターにやってきました。キャンプもできてね、今日はねなんか天幕の新商品とかね、いろんなね幕のなんだろう展示会みたいなのをやってるんでね、ちょっとね見ていきたいと思います。レッツゴー。ここがなんかいろいろある感じですね。あ、天幕の新商品のカタログがありますね。あとワイルドワン幕張店ニューオープン、ほう、あ、これね知ってる知ってる、新しくできたそうですね。はい、なのでちょっとね見ていきたいと思います。まあ全体からね見るとこんな感じかなって感じですかね。はい、あと上の方にスノーピークがある感じかなと思います。この辺はねコールマンですね。うん、中が確かかなり暗いやつだと思います。実際に入ってみましょう。ああ、インナーが暗いのかな。あ、でもフライシートも暗い。うん、まあまあな広さかな。うん、これならコットが1,2,3,4つぐらい入るかなって感じの広さですね。ツールームです。はい、続いてはこちら。ほう、あ、なるほどね、比較するとこんな感じですね。はい、こんな感じになってます。そして、あ、エクスカーションティピーの新作ですかねこれね。はい、これも確か中が暗いやつだと思いますね。なるほど、まあタープと連結して貼ってある感じかなというふうに思います。はい、そしてこちらがレイチェアーかな、コールマンのレイチェアーがあって、あ、この迷彩柄は見たことなかったかな。うん、こんなのもありますね。まあ多分今日は展示会なんで販売はないのかなというふうに思います。値段が書いてないからね。でこちらが小川ですね。よいしょ。ああ、上がメッシュっていいですね。こんな感じで開きます。シェードですかね。うん、横もフルメッシュですね。かなり居留性がいいですね。私身長が186センチあるんですけれども、立ってもまだ全然ね頭がつかないので、うん、かなりスペース的には広いかなというふうに思います。うん、こんな感じですね。いろいろ行ってみましょう。ね、こっちでね跳ね上げられるっていうのがね結構このタイプの特徴かなというふうに思いますね。はい、うん、こんな感じですね。まあソロか2人用ぐらいかな。この辺がスノーピークですね。はい、これあれかな、スターターキットかな多分ね。今めちゃくちゃ売れてるらしいですね。このロープがすごく秀逸な出来だというふうに聞いてます。お、でかいね。ほう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 、ああすごっ。こちらですね、ランドステーションの L ですね。はい、こちらお値段ね、すいません入れてます、105,500円。かなり広いね。めちゃくちゃ広いですこれ。中も私が立って歩けるぐらいの高さはありますね。ポールがここに1本あって、反対側に1本、そして後ろに1本、そして前に1本、4本のポールですね。
はい、それで立つような感じになってます。これ何人ぐらい行けるだろうな、ランドステーション L セット。下手すりゃ20人近く入れるそうな広さですね、これね。すごいです。はい、こちら2位もですね。ほうほうほう、なるほど、こんな感じですね。まあマットが2枚あって3枚3人ぐらいは寝れるかなって感じですね。こんな感じになってます。あ、こっちはあれかな、2ポールのやつですね、2号の。これもね、確か中が広がったような気がしますね。ちょっと見ていきましょう。あ、反対側にもあるね。結構なね、お値段するんですよね。あ、いいね、いいね、これいいね。こんな感じでございます。カンガールースタイルですかね、中にねありますね。2ポールで立ってます。はい、カンガルースタイルで使ってもね、これだけ、全室が確保されているので、かなり使い勝手は良さそうですね。はい、そしてね、こっちはねまた別スタイルでこんな感じにねなっています。かなり広いなこれ。はい、こんな感じでねレイアウトされています。こちらね、みんな大好きノルディスクですね。はい、これもねワンポール、センターポールが立ってて、反対側がメッシュになってる感じですね。そしてここで立ち上がりの部分にね、4箇所四隅で刺すようになってます。これはレイサーかな、これはノルディスクのレイサーですね。はい、これもね広いですね、高級テントです。この辺はね煙幕ですね。これね、最近キャンプ場でちょこちょこ見ますね。こっちがねでっかいサイズかな。インナーマットが敷いてありますね。これはかなり広いんじゃない？ああ、でもまあ寝るスペースを確保するとなると、このマットの上が就寝2人分ぐらいのスペースですかね。で全室を使えるといった感じになると思います。こっちはもうソロ用ですね。はい、そしてこちらね、アウトドアデイジャパン東京にも展示しちゃったペポですかね。はい、そして、サーカスソルムありますね。そしてこちらには、サーカスビッグもあります。これはねやっぱり既存のサーカスと違って、ここはね跳ね上げ式になってるんでね、これが、これが多分閉じるとそのまんまねいつものサーカスの形になるんだけど、ここはねあることによって、ポールを立ててね全室が広くなるという感じですかね。なので実際にくぐってみるとかなり広いですね。そしてね生地がねやっぱり黄色っぽいんで、光の差し込み方が優しいですね。それがこの辺の特徴かなというふうに思います。サーカスビッグベンチレーターめっちゃ開けたり閉じたりしてますね。これで開けられるのはねやっぱ嬉しいとこですよね。実際にね、かなり広いスペースが確保されてます。これサーカスのめっちゃ高い新作のやつですね。十何万するやつですね確かね。これはね賛否両論いろいろありましたが、どうなんでしょうかね。まあ全室の部分がメッシュになってる感じですかね。両サイドメッシュ でここもね、片方開けて片方閉じるといった使い方もできるみたいです。で上がねメッシュになってます。はい、そしてこっちはね左右でオープンができて、もちろんメッシュにもなりますね。これを下げればメッシュになると思います。そしてこちらが寝室部分ですね。寝室部分も、向こう側がねフルメッシュになってますね。広いです。
はい、こちらね、新作の焚き火台になります。参考出品2019年秋発売予定、価格等は未定です。決まり世代公式ホームページにてご案内しますということですね。これ木の台は付属してるのかな、どうなんだろうな。まあでもね、多分折りたためるようにコンパクトに、ね、なるように設計されてるんだと思います。広さ的にはね、ユニフレームのファイヤーグリルラージよりも二回りぐらい大きい感じですね。で、多分これが付属のケースになるのかなというふうに思います。はい、こちらも気になりますね。これも多分ね、パタパタパタと折りたためるんですね。うん、これもあ、これは違うか、キンキンか。うん、網の高さ調節はできそうだな。できないのか。こいつの高さ調節はできなそうですが、ここにね、なんかくぼみがあるんで、ここでね、もしかしたら何かかませられるのかもしれないですね。うん、この辺でね、止まってるんで、コンパクトにできるサイズなのかな。で、台はここですね。多分これがパカって折りたたみ式になるのかな。うん、これも多分そうですね、折りたためる感じで、このサイドトレーとかオプションでしょうかね。はい、こんな感じで2種類あります。そしてね、ミニ焚き火台もありますね。うん、こんな感じです。まあ手のひらが焼けるぐらいの大きさですかね。はい、一般的な成人男性の手のひらぐらいのサイズです。まあ使い込むとこんな感じになるんでしょうね。はい、まあやはりね、使ってると歪みが出てくるのは仕方がないかなというところですかね。はい、こちらが多分使用前で、こちらが使用後になるという感じでしょうか。はい、こちらもね、どうやら新商品らしいですね。ポータブルピザオーブンカブと、マキアペレットを燃料にして簡単料理、こちらで受注予約できます。すご、はい、どうやらこれですね。すごい、おいくら万円でしょうね。はい、お、そして金蔵がありますね。うん、すご、金蔵ね、めっちゃ割れるらしいですね。ちょっと欲しいんですけどね。階段を登るとそこは幕でございます。さあ、貼ってあるのはなんだ、これは焚き火タープのオクタかな。オクタですね。これ新しいやつですね。うん、確か燃えづらい難焼シートってやつね、使ってるんですよね。こいつですね。はい、こいつです。かなり広いですね。はい、そしてこっちがこれあれですね、スピアヘッドですね。7人ぐらい収納できるんですよね、確かこれ最大で。はい、ワンポールで真ん中に突っ立ってて、ほう、これあれですね、背が届かないところにね、こうやって締めるときに使うポールがあります。こんな感じでね、締めるんですね。はい、ぶら下がってるんで、なんか他の用途にもなんか使えそうですね、これね。はい、そしてね、こっちにちょっとね、出窓っぽくね、あるので、この辺のね、なんかスペースも活用できるんじゃないのかなというふうに思います。こっちにもありますね。はい、かなり広いです。外観をね、こんな感じですね。広、ここがね、出窓の部分ですね。メッシュで、このスペースね、本当にいろいろ活用できそうなのでかなりいいですが、果たしてこれは設営に何分かかるんでしょうか。うん、ブルジョワですね。はい、そんな感じでね、桜が咲く中、今日はね、多分ワイルドワンですかね、ワイルドワンの、主催しているね、展示会の方にやってきました。
少しでもね皆さんの参考になればというふうに思います。ご視聴どうもありがとうございました。曇ってる、バイバイ。